ソフトバンク、阪神、14日、水穂ペイペイドーム。阪神のラッキー7に久しぶりの光景が広がった。六甲おろしに合わせて左翼席や三塁側席の虎塔が黄色のジェット風船を揺らした。最後はまばらではあるが、風船を飛ばした。甲子園球場ではコロナ禍から使用が禁止され、今季も再開の目どは立っていない。 ただ、水穂ペイペイドームではドーム内で販売、配布されている、新仕様のジェット風船は使用か。口ではなく、専用ポンプで膨らます仕様になっている。阪神とソフトバンクのチームカラーが似ていることから、阪神ファンも黄色のジェット風船を購入したのだろうか。かつてはおなじみだった光景だが、福岡で久しぶりに風船が舞った。